湯原源一からい九から1931年10月4日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育者、文部官僚。号は駅水。東京音楽学校及び東京女子高等師範学校校長、東京高等学校初代校長を歴任した。佐賀藩市秀前に新視野に生まれる。ジップは医師。幼少時に母方の湯原家を継ぐ。幼少期。 佐賀半藩校で学び、後、それを改造した進む教唱学校で学んだ。実父の進めもあって、東京帝国大学医学部に進学し、卒業を。しかし、医師にはならずに、文部省に入省する。1889年3月から、福岡県立尋常中学周遊館を皮切りに、全国各地の公立尋常中学校で教諭として、教鞭を取る。 新潟県庁、北海道庁に出向し、教育行政の指揮に当たった後、再び教育の現場に復帰し、第5高等学校教授に就任。その時、同僚に、夏目漱石や小泉役もがおり、進行を深める。1907年には、東京音楽学校長に就任。1917年には、東京女子高等師範学校長に、 1921年には、東京高等学校初代校長に就任した。1930年7月1日、東京高等学校名誉教授となる。湯原の教育姿勢は、欧米流の自由主義教育を基調とし、生徒を理不尽に縛らずに主体性を重んじたという。また、過去の慣例にとらわれず、学校改革も推進し、有能な教師を抜擢したりした。 日本の同様の先駆者、吉丸和正は、第5高校時代の教え子であり、湯原が東京音楽学校長に就任した際、教授に抜擢した人物であった。小学唱歌教科書編纂委員会委員長として、羽賀八一、吉丸和正らと共に、故郷を春が来たなどの尋常小学唱科の編さに関わった。青山霊園の江戸へ連続の墓碑を書いている。ありがとうございます。